おはようございます。本日は2021年の9月の19日、時刻は4時53分というところ、ここは箕面駅ですね。本日はね、この一筆切符を使ってね、引用系マックスへのイタリア車に乗ろうというわけでね、まあ、私にとっては最初で最後の引用系マックスへ2階建て新幹線となります。これはね、岐阜発まで発行してもらった、まあ、乗車券ですね。これはね、まあ、自動改札機が通れるタイプなんでね、自動改札機をね通っていきたいと思います。新幹線に乗らないといけないんで、名古屋まで行きます。本日もよろしくお願いします。早速自動改札機に封を通しまして、楽しみの始まりです。まずはね、いつも通りですかね、4時58分で始発の列車に乗って岐阜を目指します。まあ、そこからは東海道線に乗って、まあ、名古屋まで行って、名古屋から東京まで新幹線で行くというわけですね。まあ、ちなみに新幹線自由席です。とこと今日は313系の転換クオルシートじゃないですか。いや、いいね。2両目には2人といったところ、じゃあ1両目に乗ってきますかね。よろしくお願いします。なんかここだけロングシートですけど、こんなタイプ初めて見ました。電車箕面駅出発です。次岐阜の映像にしますね。岐阜駅に到着です。ここからね、普通浜松行きの列車に乗ります。まあ、ここでね、名古屋まで向かうというわけですね。普通浜松行きの列車ができました。で、高月島にある浜田です。今ありますと書いてありますが、名古屋で新幹線かけにした方が1時間と岐阜が早く着きます。どこが空いてるかね。一番前はめちゃくちゃガラガラでしたね。まあ、最後尾も結構ガラガラですね。最後尾、じゃあ最後尾乗っていきましょう。名古屋に到着です。ここから新幹線に乗ります。 JR と新幹線のね、まあ、乗り換え観察席ですね。本当ね、まっすぐ行けばね、行けるんだよね。本当に、ね、いいですよね。とりあえずね、指定席券売機でちょっと遊んでおりました。10分ぐらいかな。とりあえずね、光の6時20分、名古屋発、東京行きの光635に乗ります。これね、特急券4180円自由席ね。ではね、早速新幹線の滑走を通っていきましょう。世の中にワクワク感がたまりませんね。静岡、東京方面、14、15番線。いやー、やっぱいつ見ても迫力がすごいね。いや、もうこんな騒いからきしめやってますよ。食べたくなりますね。それは幸せ。静岡に泊まってもね、その望みに追い越されないっていうね、本当に素晴らしい列車です。乗っていきましょう。6時41分の、ね、東京行きはね、光が到着した後の3分後に着くんですけどね。いや、望みがいかに早いかが分かりますよね。これ西日本車両かな。号車のところを見てますと、JR西日本と書いてありました。個人的にはね、イーヒータウェイたちよりもアンビシャスジャパンが来たかったんですけどね。東京方面といえばアンビシャスジャパンで、西日本に行くんであればイーヒータウェイたちの方がいいかなと個人的には思います。なんかね、そんなイメージがあります。豊橋駅です。新幹線の中では地上駅と珍しい構造となっております。こうやって見ると豊橋駅っておかしいですよね。新幹線は地上駅、在来線はメルスと JR がほぼ共有していますからね。いや、本当にすごいですよね。あ、実際に名古屋からね、豊橋まで新幹線で課金人がいましたよ。これ本当にびっくり。次は浜松に泊まります。一駅先の浜松ね。初めて新幹線に乗ったワクワク感が本当にたまりませんね。いや、懐かしいですね、この感覚。なんかね、雲行きが怪しかったんですけども、将来走っていたら晴れてきたんで安心しました。まあ、大体静岡を発車して結構経つんですけど、まあ、10分ぐらいと思うんですけどね。ちょっと車内販売が来たんでね、買いました。なんかね、浜松の時も来たかな。ちょっとね、アイスクリームが落としたんです。東海道新幹線名物のアイスクリームですね。なかったんですよ。なんかね、号車によるらしいですね。そんなことを言っておりましたね。そして、まあ、ちょっと適当にパンを買いました。こんな感じで、まあ、180円でしたね、このパン。これ美味しいのかどうかは分かりませんが、まあ、いただきたいと思います。
のぞみがたまの新横浜を出発したところです。まあ、せっかくに5分後くらいといったところでしょうか。在来線の武蔵小杉という駅を見ることができました。名古屋と比べるとね、本当にバン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 列車走っていますからね、いろんな列車を見ることができるし、本数も多くて本当に最高です。ただ理解するのに時間かかりそうですね。将来的にリニアができる品川です。ここまで来ると東京なんてすぐそこです。ただいま静止ができる列車は光503号岡山駅です。なんと最新型の 700S でした。全席コンセントがついているという素晴らしい列車です。東京駅が近づいてきました。上は大きなビル群ですね。やはりね、日本の首都東京ということを感じさせてくれますよね。なんかね、反射してビルのところにシンパスが映ってるんですよ。なんか鉄道好きとしてはすごいな、おーっていう感じがしました。いや、東京来ましたね。私とにとっては2回目の東京、修学旅行を除いてね。迷ったっていうかね、自動改札機にね、特急券出ました。まあ、東海道新幹線のデスク近くにあるんで、いつでも乗れることから、特急券は、自動改札機に入れたというわけですね。動画が長くなっているので、今日は購入したいと思います。見事から東海道新幹線のデート協定という動画でした。ご視聴ありがとうございました。よかったらご視聴ください。ご覧になってよろしくお願いします。チャンネル登録したけど、動画見となります。よろしくお願いします。選挙人総合して、フラッピーペースされて、ミスイッチポリップされて、プリースサスクリプトじゃチャンネルしていただくのと思います。グッバイ。